カモンシティ、どうも、ダニジョニーです。シャッということで、本日なんですけれども、プレミアリーグ第17節のマッチプレビューということで、よろしくお願いします。さあ、本日は、まあ、第17節ね、あのビッグゲームもありますけれども、まあ、あのね、最後のファイナルマッチ以外にも、面白いゲームありますので、いろいろとね、見ていきましょう。それではやっていきましょう。シャッはい、ということでね、第17節のマッチプレビューやっていく前に、16節&チャンピオンズリーグをちょっとのグループステージが全部終わりましたんで、その辺のプレミア勢をちょっと見ていきたいと思います。まずは第16節ですね、クリスタルパレスリバプールが、1-2 リバプール勝利で、これも驚きでしたね。マンチェスター・ユナイテッド対、ボーマス、これが 3-0 完封勝利ということで、なおかつこの試合でブルーノ・フェルナンデスがイエローかレッドか、イエローか。で、出場停止。自節出場停止になってしまいましたと。で、その他で言うと、アストンビラ対アーセナル。1-0 アストンビラ勝利ということで、マンチェスターシティを下したアストンビラが、その次の週のアーセナル戦で、首位アーセナルを下すということで、非常にすごい快進撃をしております。はい。そしてエバートン対チェルシー 2-0 エバートン勝利ということで、これは配信もしましたけども、チェルシーがなかなか厳しい状況、怪我人も出てしまったというゲームでございました。で、フラム対ウエストハムということで、こちらがフラム勝利 5-0 ということで完封でしたね。で、ルートンタウン対マンチェスターシティが1-2、マンチェスターシティ勝利。まあ、新勝ということで。で、トッテナムホットスパー VS ニューカッスルユナイテッド。これが 4-1 でトッテナム勝利ということで。ちょっとニューカッスルね、こけているなっていうような感じ。まあ、これがざっとした、第16節の結果でございました。さて、続いて、このね、ミッドウィークに、チャンピオンズリーグのグループステージ第6節が行われまして、結果が全部出揃いましたということで、ちょっとざっとね見ていきたいと思います。グループ A にはマンチェスター・ユナイテッドが入っていましたが、マンチェスター・ユナイテッド最後の試合も、バイエルン相手に 1-0、オールドトラフォードでの負けということで、ね、勝ち点4で最下位でのフィニッシュということになってしまいました。まあ、これはね、なかなか、ユナイテッドはね、ちょっと勝てなかったですね。1勝しかできなかったということで。まあ、来年また頑張るしかないですね。で、グループ B にはアーセナルが入ってましたが、アーセナル順当に4勝1分け1敗で、グループステージ首位で突破ということで、これまた楽しみな。まあね、グループステージは勝ち上がってほしいなっていうのはあったので、まあ、ここは、下馬評通りの、ところでしたね。で、グループ C はレアルとナポリで、 D がソシエダとインテルで、 E がアトレティコとラツィオで、C の組グループ F、 ドルトムント、パリ・サンジェルマン、ミラン、ニューカッスルという並びで、ニューカッスルは最下位での敗退ということになってしまいました。ドルトムントが強かったですねというところで、最後のね、ミラン対ニューカッスルでも負けてしまって、まあ、ミランも落ちてしまうというところでございました。で、グループ G、マンチェスターシティが首位で突破で、そこにライプツヒも行くというようなところで、まあ、ここも順当なところで、グループ H はバルセロナとポルト、まあ、イングランド勢は4チーム中2チームが、マンチェスターシティとアーセナルが勝ち抜けということで、で、スペイン勢がなんと 4チーム全部突破ということで、まあね、プレミアが少なくなってしまっていますが、まあね、まだ来年というところでですね。はい。さて、続いて第17節のプレビューですけども、やっていきたいと思うんですけど、すでに1試合終わっていまして、ノッティンガム・フォレスト対トッテナムということで、0-2、トッテナム勝利ということで、ただレッドが出たのかな、これビスマがレッドカード出ちゃってますね。
ったら10人でも勝ち切ったというようなトッテナムということで、まあ、ちょっとプレビューにはならないですけどね。これトッテナムもねかなり怪我人がいますが、それでもねもうなんとか勝ってますよね。そしてまあ今週のビッグゲーム、まあ、もちろんこのねリバプール対マンチェスター・ユナイテッドがありますが、その他でちょっとね面白いやつをちょっと見ていきたいと思います。んまずはそうだね、ここアーセナル対ブライトン、ホープ&アルビオンということで、この試合がアベマで無料放送になっております。アベマで大人気のアーセナルとブライトンの対決ということで、エミレーツスタジアムですね、この試合は。エミレーツスタジアムということで、実はこの対戦成績6勝共に6勝なんですね。全然わかんないということで、このゲームアーセナルね、これ連敗になると本当にきついと思いますんで、プレミアリーグか、プレミアリーグ連敗になるときついと思いますんで、まあブライトンもねそんなにも調子がいいわけではないとは思うんですけど、まあその中でもね勝たなきゃいけないなっていうのはあると思いますんで、怪我人が多い中でも、やらなきゃいけないと。トビアス怪我してるんですね、これ。24年1月下旬？マジで。トビアス選手負傷ということで。ただ、三笘選手は見れると思いますんで、まあ、パーティー、トビアス、エルネニ、ティンバー、ファビオ・ビレイラ。でね、ブライトンのも多いですね。ランプティ、ソリー・マーチ、エスピニャン。ウェルベック、エンシーソ、ファッティ、ウェブスターということで、かなり多いですけど、まあ、どっちが勝ってもおかしくないという。で、アベマで無料放送ですから、ぜひともこのゲーム見ていただきたいなと思います。はい、日曜日の、夜23時、キックオフのゲームでございます。この試合もしかしたら配信するかもしれませんので、配信するとなれば、ぜひぜひ配信の方もお越しください。まあ、今週のビッグマッチで言うと、まあ、もちろんリバプール対マンチェスター・ユナイテッド、ここが大穴、本命で。で、アーセナル・ブライトンが大穴。まあ、対抗馬はどこでしょうね。対抗馬はやっぱりマンチェスター・シティ対クリスタル・パレスになるのかなと。シティがちょっと最近調子が悪いので、はい。調子が悪いので、やっぱ、パレス食ってもおかしくないと思うので、ちょっとこのゲームを上げさせていただきました。はい。あ、これやっぱでも予想ラインナップではハーランド出ないみたいになってますね。今週はちょっといないかもしれないですね。まあご覧の予想不順になってますが、まあね、クリスタルパレスもめっちゃ調子が悪いわけでもないし、調子がいいわけでもないところでありますが、シティを何回か食ってると思いますね。はい、3試合、3回食ってるんですね。前回対戦では、辛くもマンチェスターシティ勝利、アウェーでハーランドの PK で勝利。で、その前で言うと 4-2 ハーランドのハットトリックで勝利していると。ただその前で言うと、去年は一度負けていてというような対戦結果ですね。はい。まあシティが優勢だという声は多分多いと思いますが、まあマンチェスターシティね、失点数も最近ちょっと加算できていて、守備安定してないところが散見されますから、十分にパレスも余地があるかなと。まあ、エティハードが本当に要塞でね、年内負けてないところもありますんで、ね、ここはもし食うことがあれば、まあ面白いかなとは思います。さあ、そんなこちらのゲームは、この動画出てるのが土曜日の多分、9時か8時か、そのぐらいだと思いますので、その4時間後、3時間後の、日曜日0時、キックオフということになりますんで、日曜日0時キックオフのゲームがね、チェルシーシェフィールドとか、その辺のゲームが同時でありますので、好きなチームを追っていただけると幸いでございます。何分だ今、10分ね。
さあ、そしてメインマッチ、もう一回いこう。さあ、そしてメインマッチでございます。リバプール対マンチェスター・ユナイテッドということで、12月18日月曜日の1時30分キックオフということで、主審はマイケル・オリバー、要塞アンフィールドで行われます。さあ、このゲーム、ブルーノ・フェルナデスが先ほども言った通り出場停止になっております。非常にね、使えない選手が多いんですね、これが。ブルーノ、リンデロフ、マラシア、メイソン・マウント、ラッシュフォード、ルーク・ショー、リサンドラ・マルティネス、ハリー・マグワイア、マグワイアも怪我しちゃったんですよね。で、エリクセン、カゼミーロ、マルシャル、こんだけの選手が使えないということで、はい。で、リバプールはそこまでかな。チアゴ・アルカンタラ戻ってきたら、まあでかいかなっていうのはあるし、どうなんでしょう、このゲームに戻ってくるのかどうかはちょっと分かんないですが、まあ数日ってことで。バイチェティッチ、マティップ、マティップって今季復帰なしなんだ、マジで。十字靭帯の負傷で、ジョタもちょっとでかいってことで、まあ年内に戻ってくるかどうか分かんない。で、ロバートソン、2月下旬、マジか。で、マカーリスターもちょっとね、痛めたっていうかね、よろしく、なんか良くない感じだったよね、あれ。はい。で、対戦成績、リバプール12勝、ユナイテッド15勝ということで、まあね、今までの過去のプレミアリーグ、イングランドリーグからも見て、ね、時代を牽引してきた両者ということで、本当に対戦成績は互角。ただ、ここ最近のゲームでは、リバプールが圧倒しております。前回対戦は7対0。あのね、ヌニエスとかなんとかフィルミーノとかいっぱい決めたやつ。配信したと思いますね、このゲームもね。で、その前で言うと一回勝ってるんですけど、ユナイテッドが。またそっから遡っていくと 4-0 で、あ、ユナイテッド勝ってんのか。これクラブフレンドリーですよね。プレミアリーグで言うと 4-0、5-0、4-2 と3連敗喫してておりますんで、ここのやっぱイメージは強いですよね、最近のプレミアリーグファンは。テンハフの時代含めてもそうですけど、あのね、名前が出てこねえ、あの監督、ラングニックだ、ラングニックとかスールシャールの時代ですね。だから僕はぶっちゃけ、そのブルーノ・フェルナンデスとか本当に使えない選手が多すぎるので、ぶっちゃけリバプールが圧倒的に優勢なのかなとは思っておりますが、しアンフィールドだしねっていうところもありますが、まあね、ビッグシックス対決何が起こるか分かりませんので、ぜひとも注目していただけると嬉しいです。12月18日の1時30分キックオフのゲームでございます。はい、ということで、いかがだったでしょうか。リバプール対マンチェスター・ユナイテッドということで、ね、まあ本当にプレミアリーグを牽引してきた両チーム、リバプールはね、ちょっと優勝がだいぶ遠ざかっていての19年の優勝ということになりましたけども、ユナイテッドもね、かなりプレミアリーグの優勝から遠のいてます。もう10年ぐらい遠のいちゃってるのでね、そろそろやっぱりこうタイトルに近づきたいというのがあると思いますので、そんな両者の一戦楽しみにしていただければと思います。はい、このブラックフットボールチャンネル、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、第17節はね、マンチェスターシティとチェルシー、我々マイチームの配信、同時配信なので、ね、またこの動画の後にあると思いますが、ぜひともチェックしていただけると嬉しいでございます。ということで、また次回の配信あるいは動画でお会いいたしましょう。バイバイ。シャ。クリスタルパレス勝つぞ。カモンシティ。